はい、本日はサッカーのためのフィジカルトレーニング家トレ編です。今回のフィジカルトレーニングは家トレ編なので走るメニューは入っていません。走るメニューをされる方はご自身で走るメニューをされるとかされるか、今後は僕が走るメニューを紹介していきますので、ぜひそれを参考にしてみてください。今回はあくまで家トレ編なので、家の中でできるフィジカルトレーニングを集めて紹介しました。では早速やっていきましょう。はい、ではまず1日目です。 Day1 は初心者1セット、中級者各2セット、上級者各3セットするようにしてください。まず1つ目はシザーズジャンプです。これは高く飛んで足を前後に入れ替えます。15回から20回を目標にやってみてください。横から見るとこんな感じです。この時できるだけ高く、そして設置時間をできるだけ短くするように意識してみてください。はい、続いては片足スクワットです。片足10回ずつ行いましょう。片足スクワットは何か椅子の上に片足で立ってもらって片足でスクワットするだけです。で、初心者の方はまず慣れないと思うので、壁だったり、高い椅子の背もたれとかを持ちながらやってください。こけたりすると危ないんで、しっかり持って、どっかを持ちながら安定するようにしてやってくださいね。はい、続きましてバックエクステンションです。バックエクステンションは10回から20回行うようにしてください。今回はゴムチューブでやってますが、タオルでも OK です。ゴムチューブかタオルをこのような肩幅ぐらいで持って、うつ伏せになって背中を起こして引いていきます。この時腰を反らしすぎないようにしてください。もし腰が痛い人はこれの種目を注意してやってください。もし痛かったらやめてくださいね。で、この時首を上に向かないようにしてください。首を上に向いちゃうと首が痛めるので、首は下向いたままやってくださいね。はい、続きまして片足ヒップスラストです。片足を何か椅子かこれぐらいの高さの台に置いて、片足を上げた状態でお尻を上げます。この時できるだけ高く上げるようにしてください。片足各15回ずつ行ってください。はい、続きましてクランチです。クランチは15回行うようにしましょう。クランチは膝と腰の角度が90度になるように足を上げて、その状態で腹筋を行っていきます。この時腕を耳より後ろの位置で固定すると負荷が上がるので、しっかり耳より後ろの位置で腕をキープしましょう。上げる角度はこれぐらいでいいので、しっかりとグッとお腹に力を入れる感じで上げてください。はい、次は T 字バランスです。左右10回やりましょう。 T 字バランスは片足で立って、腕と足を地面と水平までこんな風に持っていきます。で、手足が一直線になるようにやってください。ももはできるだけ高く上げましょう。
はい、続いてデイ2、2日目です。これも初心者1セット、中級者2セット、上級者3セット行うようにしてください。はい、1つ目はトゥータッチです。トゥータッチは後ろ足を何か物に置いて、前足用のつま先を触ります。この時、できるだけ高く、そして設置時間が短くなるように飛んでみてください。はい、続きましてはノルディックハムです。ノルディックハムはアキレス腱の位置を誰かに押さえてもらうか、物を置いたりして押さえてもらって、その状態でゆっくり倒れていきます。もしハムストリングスがめちゃくちゃ強いよっていう方は、寝た状態から逆に起き上がってみてください。これできたらやばいです。まずはゆっくり倒れていくのを10回やってみてください。はい、続きましてヒップアブダクションです。片足15回ずつやりましょう。これはこんな風に肘と膝をついてもらって、この時にお尻をつかないように上に上げていきます。この時効くのは左下じゃなくて、お尻の下側にしてる方のお尻が効きます。はい、続きましてバックエクステンションツイストです。20回行うようにしてください。この時に右手と左足を交互に上げていきます。ちょっとこんがらがっちゃいますね。横から見るとこんな感じです。下ろす時に手と足を地面につかないようにしてください。この時もし腰が痛かったらすぐやめるようにしてください。はい、続きましてツイストクランチです。これは右膝と右肘をくっつけるようにしましょう。この時もできるだけ肘や足が地面につかないようにしましょう。連続で20回行うと結構きついですよ。横から見るとこんな感じ。しっかりと肘と膝をつけるように近づけましょう。はい、本日はご視聴ありがとうございました。今回紹介したフィジカルトレーニングを参考に、ぜひこれからもトレーニング頑張ってみてください。他にどんなトレーニングがあるかっていうのは今後紹介していきますし、何か質問があったらぜひコメント欄に書いていってください。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ、今のトレーニング頑張ってね。バイバーイ。